ベンベン、ハロー、YouTube。 はい、どうも、アキギュンです。ということで、進撃の巨人2ファイナルパートを続きプレイしていきます。よろしくお願いいたします。イエーイ、フー！ということでね、いやー、横顔超綺麗ねっていう、超可愛いねっていう、クリスタレンズじゃんっていうね、クリスタちゃんじゃんっていう、おっぱいの大きいクリスタちゃんじゃんっていうことなんですけど、じゃんっていうことなんですけど、若干ね、横顔こう正面に向いてくるとあんまり可愛くないかな。ちょっと離れたらもうクリスタなんですけど、だんだん横顔になるとまた可愛いなっていう、そんなとこですね。はい、ということで続きやっていきたいと思います。コメントとかチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。装備の方もね、一通り買い揃えましたんで、いつも通りね、日常パートやっていきたいなと思います。はい、このように装備の方はこのようになっております。なんかね、最初キャラクターちょっと変なキャラクターやったんですけど、やっぱり可愛くしたりとかかっこよくしたりすると、まあ進撃の巨人とイメージの違う武器とかデザインの武器があるんですけど、装備があるんですけど、それをねつけることがすごく楽しくなってくる。今までね、なんか進撃っぽくないか嫌やなと思ってたんですけど、まあね、まあ楽しいっていうところでやっていきます。いつも通りね、日常パートからやっていきます。よろしくお願いいたします。何か提案があるとか、コメントかチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ね、あの羽のマークもね、なんか65個溜まってるんで、ちょっとずつね、やっぱちょっと軍備とかも強化していきたいなっていう、そんなところではあるんですけれども、まあレベル2以上今ちょっとこ無理なんで、他のやつをね、自動砲台勝手にね、大砲撃ってくれるんで、もうまさにね、やりたい放題っていうね、意見があればいつでも来いっていうところですので、その、ね、自動砲台作っておきます。で30結構使うんですよね、30使ってね。でまあとりあえずいつも通り日常パートね、いきます。ハンネさん、トロストク、あ、キッズもあんなとこになるんだよ。いや、安心したぜ。前にエレンたちのいい理解者になろうとしているって言ってたけど、あいつらには内緒にしといてくれよ。飲んでくれが臭いこと言ってるなんてか、からかわれちまうからな。はい、黙ってきます。キッズ、お前結構あれやったな。まさか壁内で貴様はなかなか貴作に忠実なようだな。まあ悪くない。兵士としての貴作を破るやつなど私は決して認めないからな。この人ね、結構ね、あれでした、立体軌道とかもヒュンヒュン使って飛び回ってました。すごかったです。意外に体大きいからね、飛ばれへんのかなと思って、そうでもなかった、立体軌道装置優秀ですね。考えた人さすがっていう。うらっしゃい。あ、贈り物屋さんに資材、資材調達か。ああ、ということなんでね、どうしようかな。戻るか。はい、ということでね、戻ります。もうやり残したことはないですね。戻った先でもね、まだ、ライナーと、まあ、日常パートがまだありますんで、それ少しやって、ストーリー進めたいなと思います。ずいぶん長いこと物上に吹けてる気がする。そうでね、こっちにもね、日常パートがあるんで進めたいんですけど、はい。疲れてない？ほら、そっくり。クリソツ。どっちがクリソかわからんっていうね。どっちもピンクの服着てるし。なあ、キュン。は？キュン。食い物は持ってきてねえのか？クリスになんか食わせてやらねえとよ。自分はいいの？みんなはいいの？ああ、これね、どれ？自分はいいの？みんなはいいの？食べ物はない。どれしたらいいんやろ？自分はいいの？みんなはいいの？ああ、クリスになんか食わせて。いや、クリスビーキにしてあげなあかんねんけど。自分はいいの？
キモいの。あ、ちょっと上がってるやん。ふう、漁ってみるか。はい、ということで、次はライナーかな。お、うん、なんだ。疲れてるみたいだ。何か不安なことが。お腹空いてるね。疲れてみたいな。巨人が現れてから休みなしで動いてんだ。誰だって疲れてるだろ。まずは休もうぜ。怪しいなお前。なんかお前なんか体ちょっと硬そうやな。お前なんかあれやんけ、なんか鎧っぽいな。鎧の巨人っぽいな。あ、お前なんか背高いな。なんかあれやな、超大型っぽいぞお前。ちょっとアナバさん。はい、ということで、あれ、あ、本人に喋ったら進むってことか。いやー、ここでね、ナナバさんとゲリカーさんとね、お別れなんで。疲れてないわ。おいおいおい。あー、ね、かー、進めたくないっていう気持ちとね、進めたいっていう気持ちとね、もう2つもうものすごい葛藤してるんですけど、進めます。おー、コニー、村にいたあの巨人、何か似てたんだよな。ところでコニー、お前の村はどうだ。あ、どうやったんお前の村。壊滅した。巨人に踏み潰された跡だった。マジかよ。そうか、そりゃ。なんかしてんのか、ユミル。みんなうまく逃げたみたいで、それだけは良かったんだけど。ただ、ずっと気になってるのが。俺の家にいた巨人だ。ああ、なんか動かれたって。じゃ動けねえ体で。なぜか俺の家で寝てやがった。え？そいつなんだか母ちゃんに似てんだ。ありゃ一体。ちょっと悲しいな。コニー、まだ言ってんのか。お前は。なあお前ら、なんか知ってんのか。お前の母ちゃん巨人だったのかよコニー。じゃあなんでお前はチビなんだよ。おい、もううるせえな。バカらしくなってきた。なんかごまかそうとしてますね。その説が正しければお前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえとほらできねえだろ。何ができんの言うて。うるせえ、クソ女、もう寝ろ。騒がしいな。そろそろ自分たちも寝るでしょう。巨人はそんな増え方しないでしょ。どうしようかな。丁寧に丁寧にそういうことをどういうことか知ってるよということをしとこ。そんな増え方せえへんやろ。いやいや、今の話じゃそうとしか考えられねえだろ。だからもう黙ってろこのクソ女。ちょ、怒ってるやんここに。さて、おしゃべりはこのくらいにして。そうですね。君たちはもう休んでくれ。え、ダメですって、ナナバさん。僕知ってるんですよ。あれ？クソユミルのやつ。あ、クリスタに話したら、あ、クリスタに話したらになってるな。あ、ユミルのやつ。あんなこと言うもんじゃなかったぜ。どうせお前も俺のことバカだみたいだと思ってる。いや、思ってないよ。そんなこと、そんなことないよ。実際に見てないし、なんとも。気にしないで休もう。そんなことないよ。あ、ちょっとしか増えなかった。そつけ。だけど、ユミルはあんなに笑わなくていいのによ。俺もう寝るわ。今日疲れた。そこ確かにな。疲れるわな、そら。あんなおかんのあんな姿見たらな。おかんの裸なんかもう何年ぶりや、見んのっていうとこや。あ、まだ子供か、こいつら。疲れてない？疲れてる。疲れてない？え？なんかちゃうな。休もう。休もう。うん、そうしてよ。私も寝るね。おやすみなさい。あーあ、全員起きろ。屋上に来てくれ。全員すぐにだ。何ですか。何何何が、何、せっかく寝てたのに。ああ、何があったの。月明かりが出てきて。何何、気がついたら。なんでだよ、
なんでまだ動いてんだ。日没から。なんで夜は巨人動かれへんはずやのに。なに、どうなってるの。なに、ここにどうした。うわ。敵。何やこいつ。こいつは。おい。巨人っていうか。おい、ライナーとベルトロとなんか表情怪しいなお前ら。あいつ。なんか死んじゃうか。ああ。その走り方やめろよ。あ、やばい。塔が崩れる。おいおい待てよ。待てくれ。なんで来んなあいつら。え？兵は下がっているんだよ。なんでやねここからは。あ、そういう持ってるかってこと？あ、そういうこと？あ、行くか。君だけは来てもらうみたいな、もうやめてよ。攻撃使いすぎやろっていう。おっしゃ、第4章第4話ウトガル道場。逃がさない。まずは塔の周りの巨人から片付けようか。すまないが。おう、任せてくれ。くそ、ふざけやがって。やるしかねえってのか。ナノバさん、ナノバさん、お願いします。よいしょい。塔には無防備な新兵たちがいる。あそこだけは絶対に守りきらなければ。救援要請を確認。私が向かいます。行くよ。じゃ手をね、壊したいなと思って。よいしょ。やってる。手壊して言うないかな。ちょっとあ、V 破壊法じゃなくて言うないなさそうやな。ちょっとこれがいいよね。声がもうクリスタ、クリスタと一緒やな、ほんまに。行くよ。ゲルガーさん、よいしょ。急に、急に行くか。わかった。仕留める。ナイス。まずいな、これじゃキリがない。結構来てるもんな。ゲルガーさん、ゲルガーさん、かばるかよ。このお前ちょこってる。ゲルガー、今のは危なかったろ。あれが俺のやり方だ。今のちゃんと討伐方法数えとけよ。たくましいね。覚えとくよ。行くよ。ありがとう、おかげでなんとかなったよ。ここからは私も手を貸そう。拠点を作って。おお、すげえ、こんなんやったんや。巨人、巨人。うぅぅ、どうにか終わった。仕留める。よいしょい。これがいいよね。やってる。よいしょい。私だってこれくらい。ちっちゃいやつな、かわいいねんけどな。ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつかわいいねんけど、やっぱ巨人やねんな。すごい活躍ね。あれどこにおる俺。あ、おるだ。ならばさん行こう。手を切ろう。ありがとう。手がないのに、どうやってこいつ掴もうとすんやろな。よいしょ、うん、これでいいわ。めっちゃこれ、もう分からん。これクリスやんか。完全にクリスやん。よし、
これで塔の周りの巨人は大体片付いた。そうやね、自動砲台、自動砲台。さすが調査兵団、他の兵士とは訳が違うって。そうやろ。いや、北からさらに巨人出現。ムキムキ。あれは後ろからまた巨人の群れが近づいてきています。休む暇もねえってのか。このまま、まだまだ。あ、苦戦してんのか。言ってやらないと。やらないとな。中型の教師。逃がさない。邪魔しやがって。このままでは塔の防衛に向かえないと。頼むで。中型ぐらいなんとかしてくれ。一人で。すまないな。これで塔の守りに専念できる。拠点を立てて。行くよ。お前がいい。ちょ、戦いに行く、戦いに行く。建物か。おお。逃がさない。よろしくね。任せなさい。もうめっちゃ顔。え、うそや。なになに。オープン、オープンなかった。いちょっと待ってきてるやん。七川さん、ボタン間違えたぞ。ちょっと ゲルダーさん、お任せします。任せとけ。頼むよ。分かった。逃がさない。よいしょい。私だってこれぐらい。私だってこれぐらいよ。自動砲台つっとこ。拠点を作って。うわ、壁走ってるぜ。かっこいい。低いねんな、画面が。よいしょい。よろしくね。任せなさい。ゲルガーさん。ゲルガーさん。はい。お願いします。下で。このまま。なんかね、もう全部はもう狙ってられん。何やこいつ。よいしょーい。いくよ。いい働きだ。おお、まだまだ。ナナバさん、ナナバさん、お任せします。いいね。完璧やん。これでいいよね。これででかいのはあらかたやったぞ。
この塔のおかげだね。こんな好条件で戦えることなんてめったにないよ。じゃあなんとかしのげそうだな。ほんまね、登りそうなってるやんこいつ。あれは何だ、何謎の投石。いや壁の方角から投石だ。投石かよ。このまま全員で固まっていては危険だね。一旦散開し、各自塔の防衛に当たるんだ。君は塔の周辺に迎撃用の拠点を設営してくれ。迎撃用の拠点任せたよ。7は解けるが一時離脱。うん、制限時間内にヌードガル城周辺に拠点を。壁の方に歩いていたこの獣の巨人の仕業か。拠点を作るよ。おい、あ、関係ないとこでた今の。頼むよ。分かった。おお、振り払ってる。うりゃい、時間ないに。やってる。ちょっと待って、すげえ花。すごいやつが出るやん。いや死んでるやん。おいよ。これがいいよね。よし、あと2つ。巨人多数接近。くそ、なんて勝った。残り2機。いけるいける。あと1機。おいおい、まずいんじゃねえか。塔が壊されたらおしまいだぞ。あ、そういうことか。塔を守る気が、塔を守りつつってことか。せ、中我が塔が壊されるのを黙って見ているしかないのか。お前ら、私だってこれくらい。いや、拠点を作って。よし、塔が。よっしゃい。やってる。これがいいよね。相棒すげえわ。周りの巨人はなんとかなりそうだね。そやな。今日は投石をどうにかしないと。あ、獣の巨人出現。戦う、もしかして。あの獣みたいな巨人がこっちに向かってくるぞ。まずいんじゃねえのか。いや、この木を逃す手はねえ。あいつさんやっちまえば投石は止まる。最終任務、獣の巨人を討伐、討伐せよ。獣の巨人討伐せよ。来た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 、めっちゃ足。お前もその生倉が最後なんだろう。うわ、いった。めっちゃ投げてくるやん。諦めるわけにはいかないさ。何が大変なとこだよ。この知らんとこで待って、足とかこれまだ壊したら。やっ、いくよ。やってる。ウェハができるかな。私だけで何体やったんだろうな。
さあ、数える余裕なんかないからね。ゲルガーさん、お願いします。分かった。ちょっと邪魔やわ。ナナバさん、お任せします。これだけ3、え、うっせやん。ちょっと待って、周りの巨人ちょっと多いって。やってくれた？これでいいよね。下め、覚悟して。これ V 破壊行ってる余裕ないかな。すごい、リヴァイみたいなことしてる。頑張れクリスだ。あ、クリスじゃない、頑張れアキギュン。いくよ。
やばいやばい。もう塔が崩れそうだ。まったくついてね。塔崩れそうや。ちょっと待ってくれ。腹をくくるしかねえか。拠点を作るよ。防御力。やってる。自動砲台のことでね、だいぶとね、これでいいよね。逃がさない。もうちょっとブイハメ補充もらえるな、片っぽ。兄弟のおかげかな。よし。よし。もう一個もらうぜ。僕も置くだけやからな。まあまあ、ホールの時にリヴァイ兵長がいてくれたらな。
おら、獣の巨人見たか、俺の力。はっ、仕留め。獣の巨人が引いてくぞ。な、やったのか。いや、巨人はまだうようよしてるぜ。ボッコーボッコーボッコーされてる、こいつ。おっ、あっ、よいしょ。あ、お前ら、あ、どうですか、ナラバさん、ゲルカーさん。塔が持たねえな。おう、俺にしちゃよくやった方だと思ってる。ゲルカーさん、すまねえ、お前らもう力入んねえ。こらこらこら、待て待て、アホ。あ、ゲルカー、あ、危ねえ。あ、くそ、まだ来てんのか。スカート短くなってるやん、クリスさん。ナレン、よかった、無事で。ちょっと待って、ちょっと、先輩たちがやられた。よせ、クリスタ、もう塔が崩れそうなんだ、落ちちまうぞ。でも私たちの身代わりに、ああ、ナラバさんが、ナラバさん、ああ、もう見たくない、ここか。スカート短くなってるやん、何があったん、クリスタ。お、A。戦闘時間がちょっとかかってしまったみたいですけど、ランクとして、総合評価としては A ということですね。ありがとうございます。はぁ、疲れたな。高圧ボンベ。いいのもらいましたね。ニューアイテムいっぱいもらえたな。あ、監査のギア。討伐報酬。はい、ありがとうございます。ということです。異質な巨人結晶。V 破壊報酬って何がもらえるのかな。あ、これかな、異質な巨人結晶。あ、よかった。ね、壊しといてよかったなっていう、そのとこですね。あー、ゲルガーさん。あー、先輩方もやられてしまった。あー、そんなことよりもね、クリスタのね、スカートにしか目がいかんかった最後っていうことでしたね。はい。あー、疲れた。獣の巨人ね、倒せてよかった。ほんま疲れた。獣の巨人倒せてよかったねって思っていただける方はね、コメント欄、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、ここね、ほんまアニメのシーンね、みんなね、かっこいい先輩方ね、たちもね、巨人に食われるときすっげえ取り乱すんですよ。それがまたね、きつくてね、あんだけかっこよかった先輩たちがそんなにっていうね、そんな取り乱すかっていうところでね、なんですよね。あー、ここもね、アニメはかっこいいシーンなんで、ぜひね、またね、見ていただければな、なんて思っております。はい。それでは、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、皆さんご一緒に、せーの、心臓を捧げよう!バイバイ! Get away, you can't stop.